中共の全人代が香港版国家安全法を可決し、5月28日に閉幕しました。外界からは香港立法会を迂回し、一国のために二制度の犠牲をいとわない悪法だと批判されています。しかし、中共国務院の李克強首相は、当局は一国二制度をしっかり守っていると対外的に主張しています。5月28日午後3時10分。 第13回全国人民代表大会で、香港版国家安全法の採決が行われました。ご無員の全人代と揶揄されてきましたが、最終的には賛成2878票、反対1票で可決されました。午後4時、李克強首相は記者会見を開き、中国と外国のメディアからの質問を受け、記者から出された各質問に対し、長い回答をしました。しかし、 香港フェニックステレビ記者の香港版国家安全法は、一国二制度を放棄するものなのかという質問に対しては、わずか44秒で簡潔に回答し、北京当局は一貫して一国二制度を守っていると主張しました。中華政府始終強調全面準確的貫徴一国两制港人治港高度自治、 また、世界的な疫病流行の中、中共が香港版国家安全法を可決したことで、アメリカから制裁が行われ、さらには新たな冷戦が勃発する可能性さえあります。一方、李克強首相は今回、アメリカに対して温和な態度を見せており、アメリカへの非難は一言も発しませんでした。 アメリカと中国の間で多くの新たな問題が生じたことを認めた上で、米中関係は非常に重要だと述べ、北京当局は冷戦について考えておらず、アメリカと中国のデカップリングは何のメリットもないと強調しました。全人代で修正された香港版国家安全法草案では、修正前の草案と比べて、香港独立などの活動は国家の主権に著しく危害をもたらす、 香港問題への外国勢力や海外勢力の介入などが序文で取り上げられています。第2条では国家権力の転覆の文字が削除され、国家安全保障に危害をもたらす行為の後に、及び活動の文字が追加され、対象範囲が拡大されています。香港版国家安全法が全人代で可決された後は、全人代常務委員会が立法作業を進めることになります。 そのため、今年の8月または10月に国家安全法の総案が可決され、その後正式な法案として成立することになります。このほか、香港立法会では引き続き中共国家への侮辱行為を禁じる国家法の第二読解が行われており、6月4日には第三読解の採決が行われる可能性があります。NTD ジャパンがお伝えしました。